さーて来ましたよ。iPhone 12 Pro。ああ、今年もね、ちゃんと発売日で入手することができました。やったぜ。さて、じゃあまずはね、外箱をね、開けましょう。まあね、やっぱりね、Apple の製品だからね、この瞬間がね、一番いいんですよ。出てきましたよ。iPhone 12 Pro。いやー、にしてもね、箱が薄いですね、これ。発表会見たんですけどもね。輸送コストを大きく下げることがこれでできてるらしいですね。確かに外箱もね、去年と比べてクソ小さいんですよ。いやー、でかい。さて、じゃあね、ここでね、去年の iPhone 11 Pro の箱、ちゃんと持ってるんでね、チェックしてみましょう。いやー、見てみるとね、マジ小せえな、箱が。ほら、見てみ、これ。去年の半分ぐらいよ、大体。あ。さあ、ここでオープンでございます。よい。いい色してんね。さすがパシフィックブルー。まあ、今年の新色ですよ。まあ、一応ゴールドっていうのもあるけどさ。素晴らしい。いいですね、このカラー。保護シート剥がして、地味に保護シートをクリアなカラーじゃなくなりました。このね、この手触りいいですね、やっぱり。いいわ、これだよ、これが俺の求めてた iPhone よ。ちゃんとね、ライダーセンサーもついてて、ステンレスフレームもね、去年と同じようにしっかりと。いいじゃないの。ちなみに今回 iPhone 4から 5S と同じインゴット型のデザインになってるんですね。俺このデザインがね、非常に好きだったんで、蘇って何よりでございます。あははは。やっぱりね、所有感っていうのはやっぱり大事だよね。こういうデバイスっていうのは。まあ、俺、結構ね、使い倒すタイプではあるんですけどね。でもね、音さはないの。じゃあね、早速セットアップっていうかアクティベーション行きましょうか。ビッグスタート、いつものやつですね。もう何、4年ぐらい、毎年恒例になりましたよね。じゃあ、早速やっちゃいましょう。ちなみに11 Pro と結構比較してみたんですけども、思ったよりっていうかほとんど変わらないですね、厚みは。やっぱり角張ってるのと丸くなってるので、結構薄さの感じ方が違うのかもしれません。まあ、どっちも変わらないんだったらいいんじゃないかな。まあ、ベゼルが薄くなったかどうかについてはちょっとまだよくわかんないです。少なくともモニターはちょっと大きくなったかなって、ディスプレイは大きくなったかなっていう感じはします。付属品なんですけども、これも発表会で言ってた通り、USB-C to Lightning と、いつもの小冊子。これだけ。あ、リムバーだ。あ、そうだ。SIM カード変えないといけないんです。じゃあ、早速変えちゃいましょうか。はい、今回なんですけども、iPhone 12 Pro に関しては、撮影用途に使うというよりは一番大事な用途があります。それがライダーセンサーです。ライダーセンサーを使って、3D、まあ要するに環境の 3D データを取得するというのが最大の目的です。例えば、ホテルの部屋をそのライダーセンサーでキャプチャーをして、で、そのモデルデータをユニティに配置をして、そしてバーチャル YouTuber コンテンツやルミナスダイヤリーシリーズに使うという、そういうことができる。撮影の幅が大きく広がりますよ。なのでね、この iPhone 12を使った、ベンチマークみたいなものはやらないんですけども、ルミナスダイヤリーシリーズと一番いいバーチャル YouTuber 今後をお楽しみに。